萩のまあ城下町いろいろ見てきて、まあいっぱいあのいろいろ立派な方々出てるんですよね。高杉晋作 とかね、桂小五郎とか、まあすごいですよ。田中義一とかね、もう数え上げたらキリがないぐらい、まあ立派な方々がここから出てるんですけれども、ここのですね、ここに萩、史跡萩城下町なってのが書いてある。この一角がね、みかん畑に実はなってて、すごく夏みかんなんですけどね、すごくいい感じなので、ちょっとここ撮ってみたいと思いますね、この辺りね。まあ、世界遺産、萩反射炉とか、恵比寿ヶ花造船所跡とか、まあ見たんですけどね、松下村塾も見ましたが、それにその中の一つで、これも世界遺産登録してますされましたが、萩城下町、ここですけれども、ここの一角がそういうんですよね。でまあすごいですよ、人物がまあいろいろこの辺りからね、まあ歴史の教科書に載ってるような人間が、まあ、百花繚乱のごとく、まあ、輩出してるんですけれども、はい、こんな形でいいところです。ここにですね、みかんがですね、夏みかんなんですけどね、はい、夏みかんの畑ということで、すごくまあ夏みかん、ここもそうですね、こんな風景なんかめったに見られませんよね。初めて、まあこんな感じで、あのみかんをですね、みかん畑、これ夏みかんではなかったんだけど、 みかんを見たのは、あのチェジュ島行った時にね、こんなあのみかん、あそこもみかんがの栽培が盛んなんですけれども、あれと同じですよね。チェジュ島なんかと同じで、ここみんなみかん畑ですね。みかんみかんみかんですわ。みかんなんて言えば、そういえばあの愛媛のですね、あそこ松山だったからね、あそこの、地元のですね、ゆるキャラがみかんって言いましたね、そういえばみかんですからね、笑ってしまいますけどね、あのそういうあの、ゆるキャラで、あの愛媛、まあ、あの中村さんというあの県知事も務めて、市長も市長務めて、県知事務めた方が、まあ、やってる愛媛県ですので、さまざまなことしますからね、あそこはね、はい、そんなところで、これここみかん畑ですね。こういうあの柑橘系のまあ日本海流に現れてるんで、あったかいんだわね、この萩ね。だからこんな感じで、まあ、最終とも同じなんですよね。あそこもまあ対馬 海流ですか、同じですよ、同じ海流で、暖流が流れてますので、これみかん、こういうのがあれ、まあ、なるんですよね。もう匂いがすごくいいです。すごいいい匂いでね、甘酸っぱい、それこそね、匂いで、ここはもうあれですわ、ここを歩いてるとね、チェジュ島、最終島に行った、あの、風景なんか思い出したりしてますよね。あそこの旅も良かったね。はい、こういう形で、あのすごく、歴史の教科書に載ってる明治のですね、偉人たちを輩出しまして、維新の英雄や明治に活躍した偉人たちをたくさん輩出した、そういうあの、萩のですね、城下町という一角なんですけれどもね、そこはまたね、みかんが、夏みかんが似合う、そういう場所でもあったということですね。じゃあここはこのぐらいで終わりにします。